空中戦はやはり、まあ、長野が勝っています。東が拾った、新田、そして東シュート、ディフェンスに当たったか、こぼれたボール、合わせて入りました。先制ゴール、 AC 長野ファルセイロ。最後は有永和樹、今シーズン初ゴール。長野が先制ゴールを挙げました。このプレー、東のシュートがディフェンスに当たって、有永の足に当たって、そのボールを自ら決めていきました。